石橋を叩いて割るタイプ。何でもすごく親身に考えてくれるなっていうのをいっぱい経験した。年齢とかもう立場も問わず、もう誰に対して初めて会った人にもすごく親切に、するなっていう。すごい楽しいです。他の人がやらないようなことを授業でやったりとかクラスでやったりしてるのって、真似してみたいなってすごい思うことがいっぱい。最初はとりあえず笑わせようと思って話をしました。好きなところは、料理がうまいところ、自分が食べたいものを作ってくれるところが好きです。あとは、人のことを大切に思うところがとても好きです。仕事に関して本当に一生懸命やるし、準備も本当にそつなくこなすところです。あとは仕事をやりつつも家のことを全部しちゃってくれるので、プロポーズしたのは1月2日で、自分の中でパンと浮かんできて結婚しようって言いました。で、その時彼女はすごくびっくりしてて、もうその勢いで指輪を買いに行ったのを覚えてます。結婚する相手として選んでくれてありがとう。毎年ハワイに来れるような家族を目指して、そしていずれハワイに住むそんな家族を目指して頑張っていきましょう。その時に可愛い子供たちと一緒に元気いっぱいハワイに移動できるように、これからもよろしくお願いします。